変えたというか、この間まで使ってたのは壊れちゃいました。あれはでも18歳の誕生日で買ったんだっけ。お誕生日じゃないか、選抜祝いかな。そう、前のはあったかくならなくなっちゃったんです。しょんぼりぼりぼりです。明日めっちゃ早起きなんちゃう。まあまあ早起きでございます。だから明日のハイタッチ会、ハイタッチ会だっけ、お渡し会だっけ、お話し会ですか、何ですか明日は。明日はあれですね、もしかしたらもうこういう目になっているかもしれません。その後もお仕事があるので、皆様に会った後もお仕事がございますので、誕生日はなかなか充実してそうです。でも今日がめちゃめちゃ仕事運が良かった日だったの。なのにオフ。仕事がめっちゃ、仕事運が最高にいいって書いてあったの今日は。ですがめちゃめちゃオフでした。てか皆様は生誕来てくれますか。ぜひみんなに来ていただきたいですね。でもね、花ちゃんの卒業公演を当てたくてとかの人もいたと思いますが、外れちゃった方はぜひ来てください。花ちゃんと最後のあれが見れるかもしれません。あ、花ちゃんのジッパーは見れません、最初に言っとくわ。それ期待されてね、花ちゃんのファンの人がもし来てちょっとクレーム言われても困りますので、それは事前に言っておきます。事前に伝えとかないと、これは怒られちゃうんで、花ちゃんファンから。ジッパーないの大秘宝すぎる。ジッパーないからって来ない、来るのやめないでね、みんな。生誕スピーチまだ考えてない。ちょっとすっぴんすぎる、さすがに。伊達目にハマっております。当日セーターまだないね。何分ぐらい話すかも分かんないですね。髪がサラサになるやつです、こちらも。絹女です。サングラスとは別のやつ、一緒のやつ。これが太陽浴びたらサングラスになります。色違い持ってる？マジで？いぶきは全く同じものを買ったの？伊達目ね、いぶきね、違うやつだよ多分。これはもうほんとメガネ屋さんで買ったから。21歳になっちゃうよ。まあさん聞かないと1ヶ月ぐらい出てない。そうなの、マリアが収録する回が毎回3本撮りでね、最近はね結構ずっと出てますね、聞かないと。
お、福岡撮影中も見てくれましたか？てかさ、ショールームさ、誕生日仕様とかなくなったんだね。しょんぼり。前日からとかじゃなかったんだっけ？当日から3日間とかってことか。誕生日当日じゃないとダメなんだ。じゃあ無理じゃん。明日配信で行けないもん多分。わかんないけど。明日はできるかしら。本当お仕事の終わり時間次第だけど。できたらいいけどね。できればいいですが。よいしょ。うん？何？何？髪長いな。毎回言ってるけどさ、髪長くない？福丸は？福丸はね、あっちの部屋かな。北条屋来てる。だっていいなあ。マリオ北条屋してること知らなかったんだけど。いつまでしてますか？18日とかだっけ。でも去年一昨年ぐらいから行ってないっけ。私も。福丸くんって2歳？まだ2歳じゃない。もうそろ2歳。福丸くんが誕生日の飾り付けむちゃくちゃにしたの去年だっけ。去年だね。今年何も買ってない。どうしよう。21歳のバルーンも買ってない。今日の写真どうしよう。みんななんか漏れてる写真でも探しときます。あ、そうだ、これにしようと思ったんだ。なんか自撮りだけど。そういえば初披露どうでしたか？心配できる。僕はやっと君のことを心配できる。どうでしたか皆様。結構あのダンスもいつもと違うようなダンスだからね。あれは結構自分のものにするの難しかったですね最初は。僕はやだ。君を心配できるですね。ポニーテールは髪型して。いや自分で決めた。
なんとなくなんかポニーテール似合うかもって思ってねえ、あらまりゃこの服やばそうじゃない。今日誕生日なんだお姉ちゃん。ああ福丸の扇風機が好きだからこっち来るかも。ポニーテール、そう MV あんまね撮ることないですから、ポニーテールでてかツイン系以外で MV 撮ったの初めてなんじゃないかぐらいじゃない私。ほぼツインテールか、ああれぐらいだね。こんな時代は髪の毛下ろしてたけど、ポニーテールは初でした。ポニーテールと髪の毛下ろしでもう完全に21歳ですねどういうことって感じ。完全に21歳です。でも髪飾りは一応2つあるので、リボンが2つ用意されてるから、ツインテールをする時も来るかもしれません。でも曲調的にねツインテールあんましないかも。マリア五体になったなって思うことある？だそれこそツインテールとかしなくなったことかな。別に嫌いではないんだけど、ツインテール未だにやるときはしたいけど、あんまり選ぶ機会が少なくなったかな。あ、それこそあの K4 の衣装、K4 のサマステの衣装で久々に飾りが2つじゃなくて大人になったなって思ったツイン用の飾りじゃなくなって、あ、大人になったって思いました。そこでマリア坂上がり公園出てないの寂しい。コントが体育祭に変わってよ、変わってたねコントマーサのロングブーツ MV 撮影の蒸し暑さだとめっちゃ暑そう。ロングブーツもそうだけど長袖だから私、しかも片方はもうしっかりした長袖だから、こっちはちょっとなんか薄い素材だけど信じられないぐらい暑い。あれだから結構ね またその衣装で踊る機会が増えると思うから心配だね。イベントとかになってくると汗だくでめっちゃ暑い。ロングブーツに長袖はもう本当に暑すぎて、もうみんな半袖いいなと思いながらやってました。結局冬とかでも長袖でやったって思ったとしても踊る時には結局暑いから半袖の方がいいですね衣装は。マリアとハナちゃん MV 冷静やったね。みんな叫んでたのに、叫ぶシーンはみんな撮ったんですよ一応。でもそのソロカットが今回あったじゃないですか。でみんななんかこう叫んでどっか行くとか、なんか天にこう手をかざすとかあったけど、なんかマリアこう落ち込んで立ち上がって向こうに行ってくださいって前日にね、そうカメラワークのリハだけやったから前日に言われて、もうこのどうやって立ち上がるとか、なんで前に進もうとしたとか、なんで落ち込んでるかとかはもう全部自分で作ってきて大丈夫なんでみたいな。なんか結構みんなそれこそザワチは叫んでから立ち上がって叫んで
に行ってくださいとか、渋井ちゃんはこうフェンスをガッてしてくださいとか、なんか結構固定されてたの。でなんかマリアすごい、もう自分の中で考えてきちゃっていいからみたいな、はい、わかりましたって言ってだからちょっと立ち上がった後に動く前にこう一呼吸置いてみましたあそこで決心しました、 前に進むぞって。あそこで決心しましたね。でも叫ぶのは大変だった、難しかったね。だから結構あのリハもなしに、じゃあはい回しますってかなったの、次の日の MV の撮影も。だこれでマリアの立ち上がり方が良くなかったらどうしようって思ったけど大丈夫でした。あぶねえ、ドキドキした。よかった、 OK 出て。でもね今回ソロカットがあるのがとってもいいですよね。あんまりなんか一人一人しっかり映る機会ってあんまりないからありがたいですね。マーさん走るフォーム練習したってぐらいしっかりしてたなんかちょっと恥ずかしかったあれ、なんかマリアめっちゃ本気で走ってる人みたいで、なんかちょっと恥ずかしかったですあれ結構なんかマリアみたいな感じなかったって走ってたよね。恥ずかしいな本当。でもあの黒い衣装で走ってる時の足元のブーツも私です。いやフォームいいのに足遅いんだよね多分。おそらく明日私の公式で個人の TikTok が上がるから、みんないっぱい拡散してね。まさかのいおりちゃんが足速いんやろ。そういおりちゃん足速いの意外じゃない？あんまりさ足速いイメージ湧かないじゃんいおりちゃんって。足速いんですよ、びっくりしました。そう個人だけのも撮ったので、見てねん。すごい。まあさん多分投げるのもすぐ上手くなると思う、野球部が言うから間違いない。マジ？マリアなんかスポーツできないって思ってるけどポテンシャルはあるのかもしれない。めっちゃ自分でやればできるんだと思う、やらないだけ、やる機会がないだけで。昨日の配信も楽しかったよって、よかった、嬉しいですね。
マリアが一番好きなダンスはそのやっと心配できるで。ですね。あそこ今までにないぐらい、まあアイドルの中でやらないだろうっていう動きですから、あれめっちゃ練習した。あれめっちゃ難しいです。このトゥ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 、これ一個一個動かさなきゃいけないの。首、肩で、肩上がるときは首ちょっと上げなきゃいけなくて、でこっちで、今度また首、肩、こっちって。あれ好きです。でもあのダンスはめちゃめちゃ好きです。見どころです。振り付けの先生福岡の人だっけ。そう、めちゃくちゃね、あのみんなで楽しくおしゃべりしながらリハ、あの振り付けしてました。リハしてました。もう本当女子トークしてた途中30分ぐらい休憩とか言って30分ぐらいみんなで女子トークしてまた踊ってって感じです。すごい楽しく振り付けしました。でも最強アイドルよろしくの振り付けもすごい楽しかったから楽しみにしてください。めちゃめちゃ警報ポーズが隠れてるから見つけて。あ、この後のトゥトゥトゥも好きですね。こう3段階で腕を下ろしていくってのも結構私は好きポイントです。最強アイドルよろしくはねねちゃんとはなちゃんとマリアで歌ってます。MV ポイント提出してないのマーさんじゃないかとヒヤヒヤしてたのは内緒。え、マリアもなんか期限過ぎてたの知らなかったんだけど。だから全然マリア出なかったじゃん。マリアもえみたいな、いや送ったよねって思ったの。ドキドキしてました。全然期限見てなかったわ、申し訳ない。本当にそれは来ていたのだろうか。ちょっと焦りました。提出は絶対します。私は必ずするんですけど期限を知らなかったです。でも出してたからよかったちゃんと保存してたから、あの花ちゃんのやつは。はい、ということで撮影以上になります。はなちゃん最後の MV お疲れ様でしたとか言ってみんなに MC 始められるんかと思ったって言われた。みんなにもそこまで説明してなかったからさ、急にマリアが司会し始めてびっくりしたって、ニコ生始まったかと思ったって言われました。今日は13日の金曜日です。わっ、なんかあったよね13日の金曜日そう、渋井ちゃんに渋井花束渡してあげてって言って花束を渋井に
差し上げました。はなちゃんがうるうるしててね、泣いちゃいそうでした。あの時マリア意外と、わ終わっちゃったみたいな、はなちゃんが言った時がね、一番はなちゃんがうるうるしてた。マリアがミナちゃん選んだんだ。あ、そう、もともとなんか花束渡してってお願いさせたんだけど、マリアは喋るから渋井ちゃん渡してって言ってお願いしました。花ちゃんの昨日の1分間まばたき禁止もうるうるしてたよ。確かにあれはね、マリアもね、あれして以降ずっと目ゴロゴロしてただから楽曲披露の前に5分間ぐらいだけあったから、そこで急いで目薬しに行きました。あれ以降本当にずっとゴロゴロしちゃってて大変でした。ほんとまばたき我慢するもんじゃないです。やっぱゴムパッチンでマーさんの歯がフライアウェイしないか心配でしたね。なんか矯正ずれないかなとか思いながらやってたこう私の矯正大丈夫かな、誰か目薬くださいって本当に欲しかったで、本当に欲しかった、本当に欲しかったから本当に目薬持ってきてくださるのは待ってたんだけど来なかっただガチで目ゴロゴロしちゃってた。ずっと途中までだってこういう時あったと思う。手ぐらいゴロゴロしてた。マーさんの物吹きに期待してた自分もいる。まあでもマーさん別にやらない人じゃないから選ばれないだろうなと思って安心しながらあそこに座ってました。その子も人気で買えなさすぎて辛い。リファの公務です。ファンの方がくださいました。そうそう、マリアがしてもね、みんな見たことあるでしょ。マリアのマリアの物ボケはだし、本当に思いつかなかった。さらーって見た時にわーやば、思いつかないから選ばれたら絶対無理って思ってたからよかったです。お腹すいた。よいしょ。今日の服可愛くない？黄色なんだ。黄色でちょっとふわふわ素材。これちょっとね、服丸みたいでね、いい感じです。ね、アットジャムも楽しみですね。猫みたい。白に見えるけど黄色だからね。あんまりカラーものをマリアが着ないから白に見えるかもだけど、最近意外と黄色の服ね、これ以外にもう一個持ってるんですよ。最近ねちょっと挑戦をしてますけど、まあ白よりの黄色だけど、でもオフホワイトではない、もっと黄色みがある。ペンライトの色黄色あるよね。そう、黄色とピンクですから私は。このアイコンも
黄色とピンクよく使っちゃうもんね。このアイコンか、アイコン、アイコンですね。でもね、ピンクと黄色多いんだよな。レモンクリーム色、あー、そんな感じです。それが一番似合うかも、この色には。レモンクリーム色が、今回の T シャツもさ、ピンクじゃないですか。はぜひお揃いにしましょう、皆さん。ピンク、わっ、マリア、これ見逃してる、ずっと。ギフト、エリカちゃん、ありがとう。クマのタワー、これあと、もう一人はどなただろうか。マリア、ほんと見逃しちゃうからさ、みんな教えて。どなただろうか、もう一人は。教えて教えて。伊勢さんかな。伊勢ヒューガさん、ありがとう。いつも申し訳ない、見逃してしまいました。もう立てた方は、私が見逃したらもうほんと堂々と、タワー立てましたって言ってください私タワー立てました頼みます皆様もう目立つように両サイド星と星マークとかで囲っちゃってください。本当にね、見逃したのだ、見逃すだけが、見逃してしまうのが一番嫌なので、みんなも協力して。家建てましたみたいな、確かに早めのおめでとうだって、ありがとう。20歳の1年楽しかったです、本当に。9月10月はいい日っぽいので、あ、そう、いい月らしいので楽しみたいと思います。さらにね、さらに楽しんじゃいます。実感はないね、21歳になる。でも21歳の方が大人って感じする、当たり前だけど。いやね、ここで喋りすぎたらダメだね。ここで喋りすぎてさ、いやいや、生誕の時に、いや、それショールームで聞いたわって思われても嫌なので、あんま喋らんとこう。一言で言うと、本当楽しい1年でした。結構楽しませてもらいました、21歳は。あ、間違った、20歳はもう21歳になっちゃった。いい日でしたね。結構前にゲッターズさんの本を買ったんですよ、エレちゃんとかがおすすめって言ってたから。で、ほんと今日はいい結果だったんですけど、仕事でいい結果を残せる日だったんですけど、今日はゲッターズさんに、ゲッターズさんが言うには、今日仕事でいい結果を残せる日って書いてあったんですけども、ちょっと申し訳ないんですがオフでした。しょんぼりー、
14、15はあまりいい日ではないっぽいです。あ、もう16も全然いい日じゃない。あら、ほら、ほら、みんな誰が立てたんですか誰がタワーを立ててくれたんですか。ちょっと本当だ、なんかリボンついてるじゃん。ちょっとちょっと、さかのぼるよ、さかのぼるか、名乗り名乗り出てくるかポンさんだね、ポンさん、ありがとう、ありがとうございます。本当にそう、だからいい日だったんですけど今日が。お、でも25も、25もいい日です。仕事運が今のところ。あ、オフじゃないです。あ、そうだね、わかんないオフだ、オフになりそうかもね。これのコンサートリハって書いてあるけど、これ多分コンサートリハで結果残せる？残せるよ。これ楽しいね、一日ごとの書いてあったりするので。でも本当9月と10月は幸運の月らしいです。私やったー。あれ、私25公演、25逆上がりか。めっちゃ仕事してるじゃん。わかん、全然自分で把握してない公演を。頑張ろう。まあでもいつも通りやればいいだけだからね。で、あの今月のね9月1日に引っ越しするといいって書いてあったんですけど、ちょっと引っ越しできませんでした。でもこう悪いことが書いてある日はもう見ないようにしてます。いいことだけ信じるタイプです、私は。小説新しいの買ったの？新しいの買っ、あのね、君膵臓食べたいと同時期に買ったんですよ。カラフル、カラフルだっけ、カラフルかミラクルか、カラフルです。カラフルっていう小説を買いました。今はあのちょっとだけ読んだんですけど、最近また読めてないですね。やっぱリリース集は忙しくて、あり忙しくさせていただいてるので、まあ今日だけオフだったんですけど、仕事運がいい日だけちょっとオフだったんですけど、でもちょろっと読んだだけで結構あのおもろそうやなって思いました。めっちゃ上から目線で言うとめっちゃ上から目線だったよね今の言い方。おもろそうやなって思いました。小説カラフルね。でもこの間まだこうどういう風になるかわかんないけど、文章を書くお仕事があったんですけど、小説のおかげで、小説読んだおかげで小説を読んだおかげでちょっとだけなんか文字を書くのが楽しくなりました。得意ではないけど、未だに文字書くのは苦手だけど、なんか楽しいって思いました。文字書くのも悪くはないなって。さっきからずっと上からなんだよね。文字を書くのもまあ悪くないなって思いました。これがねどんな風になるかわかんないんですけど、もしなんかみんなの前に出ることがあるのであれば褒めてあげてください。うちも昔は書いてたな。マジ？
ね、生誕のねスピーチも考えないとですね。言いたいことはいっぱいあるんだけど、まとめるのって難しいよね。言いたいことはいっぱいあるんだけどね。しかも生誕スピーチってこうなんかメンバーにも見守られてるのが結構恥ずかしくて、なんかもじもじしちゃう。まあさ、オールナイトフジコは、あ、そう、オールナイトフジコさんにで、あの、披露してます、心配できるを。でちょっと残念ながら伊藤さんには会えなかったんですけど、私は会いたかった、ご挨拶したかったです。でもなんか私のことも覚えてくださってたみたいで、伊藤さんが。めっちゃお腹すいた。生誕祭のねメンバーもユニットも決まってますよ、もう。まだご飯食べてないですね。うわ、青色のクマが来た。アスカさんありがとう。ご飯買ってきたら配信始まってたわ。見た直後にこの青色のをくれたの？見逃さなかった。急に来てびっくりしました。ありがとうございます。ありがたいですね。配信が終わったら海苔の餃子で、なんて読むんだろうこれ、この漢字がわかんない。いいな、二の二、二の二食べたい。めっちゃ二の二食べたくなった。一献って読むの？一献って何？要するに飲むってこと。いいね、二の二、二の二の餃子いいね。一回公演終わりに二の二行った時もうほんと幸せでした。チャーハン2回頼んだもんね。おい、ダメでしょ。一人で食べてないよ、5人ぐらいで行ったから。5人で2つを5人ご分けしました。だから2つ頼んだ。一応美味しすぎないってなって、さすがに足りてないですよねってなって。エレちゃんとかもいましたから、エレちゃん、ハナちゃん、ネネちゃん、エミシャンでご飯行った時に、K4 のね、ここ店終わりに二の二行きました、一回。エミシャンに会いたいな、元気かな。
めっちゃ中華食べたい。中華の口今すごく。野村チュードレンはご飯連れてってあげたの？さすがに連れて行ってあげたいです。もうちょっとお金が貯まったら連れて行きます。今はちょっとすいません、あの大人数なもので、今村チュードレンがすごい大人数になっちゃったから、私のこと好きな人がすごいいっぱいいるから、ちょっと今はまだ難しいかな。福岡撮影中ココッペと一緒だったけど、ご飯行ったりした？撮影終わりにね、スタッフさんも込みだったけどご飯行きました。嬉しかった、ココッペと二人で。ちょっとなんかもうマリアココッペが好きってことさ、ココッペにバレちゃってるからさ、ちょっとなんかね緊張したよね。欲しいんですココッペが。マリアバドミントン1年してたんやね。お酒じゃないよ、麦茶です、安心して。確かにね、なんか冷たいのに入れてるからね、お酒に見えたね。飲まないですよ、飲んじゃダメですから、配信中はすぐにバーンになっちゃいます。明日飲むんかな、飲まないですよ、東京いますし、アットジャムあるしねとか言って。わかんないけど、なんか誕生日当日に会えるってあんまなくない？私そんなさ誕生日当日に会ったことないかも、ファンの方と。え、ごめん、めっちゃ嘘ついてたらごめん、ほんと今適当に喋ってみてる。だって去年は会ってたっけ？会ってたかな？いや会ってないよね。会ってないです去年は。一昨年も会ってない。会ってないです。一昨年もリハでした。え、結構初じゃない？もう3年会ってないかったらもう初でいいよね。2021年は？いや多分会ってないね。お寿司食べてるもん家で。あー、お寿司頼んだね。うん、え、初めてじゃない？誕生日に会うの。イエーイ。多分5年ぶりぐらいに見かけたけど、すっかり大人になったね。嬉しい。あと3時間8分で21歳になります。何ですかそれ。え、みんなハートするんだよこれ。イエーイって言ったら画面の前でハートしなきゃで。誕生日に会うの初めてだね、イエーイ。です。
生まれた時間はいつだっけ。毎年聞いてる、毎年聞かれてるけど覚えてないや。22時19分です。結構遅めの時間帯でした。これ24時までやるの、いやちょっと9時までです、すいませんすいません、ちょっともうすぐ終わりますひどいよ。明日できたらいいんだけどね。明日できたらやんな。本当はあのハイタッチ会でしたっけ、明日の。ハイタッチではないのか、リリースイベント会が終わってからお仕事がなければ配信できたんですけど、ちょっといつまで何時までかかるかわからないお仕事があるので、早く終わったら配信しますね。30分だけでも。3部がお見送りも、5部がハイタッチです。お、2部あるんだ、何も知らないじゃん。明日は運動会なので、マリアちゃんお誕生日おめでとうの気持ちで頑張ってくる。頑張って。明日マリアが福岡にいないから公園行くことにしちゃった。何公園だろうか。坂上です。そっかそっか。ね、誕生日に当日に東京行くとかあんまないな。3部が全員お見送り会だね。あ、そうなんだ。それでハイタッチが花ちゃんとかと一緒ってことか。京都来てほしかったね。行きたかったです。数人だけでしたね京都。全然京都行く気満々でした。美味しいご飯とか食べたかったです。ね、最初からね何人かって書いてくれてたらよかったんだけどね。みんな行くと思っちゃうよね、あれ、ファンの方もね。でも名古屋も楽しみ。名古屋久々だから。同じく京都行く気満々だったのにね。京都ね行きたかった。行こうかな。いぶきについていこうかな。名古屋完売出たねって、ありがとうございます。皆様本当に完売ありがたいです。オンライン全完売やで、マジ？うんうん、1日がってことでしょ。やば、ありがた、嬉しい、とっても嬉しいです。ありがとうございます。イエイ。やばい、生ビタイムします。じゃあ本当に本当にただの麦茶ですから、皆さん変なこと書かないのただの麦茶です。今時大君、アスカ、ハルベ、コウちゃん、マンチク、伊勢ヒューガ、イッチー、ノリゾ、セイヤ、ライム、ポテちゃん、大君、ユウキ、ターさん、テリー、トール、さやちゃん、終了。13位マンチクさん、12位ヒサさん、11位ソフトテニスさん、10位イチさん、9位ジョービンさん、8位ハシモッちゃん、7位ダイくん、6位ヒカリちゃん、5位ハズキさん、ハズキちゃん、4位エリカちゃん、3位ポンさん、2位伊勢ヒューガさん、1位アスカさん、ありがとうございます。まあ、家で飲んだことないからね、ほぼ一人でとかは。ね、消えたね。ということで20歳ラスト配信でした。皆さん見てくれてありがとうございます。
20歳は本当に楽しい1年でした。21歳も配信するときはぜひ見てください。またでこまたねー、くまりもバイバイ。明日のイベント来る方は一緒に楽しみましょう。前髪ちょっと切ったんだけど気づいた？バイバイ、おやすみなさい。うん、誕生日0時超えたらみんな X とかやってくれるのかな。待ってるね、ちゃんと見るからね全部。バイバイ、おやすみなさい。カメラこっちだった。